女神転生ジャック・フロスト・ジャック・フロストは、女神転生シリーズに登場する架空のキャラクター。アトラスのマスコットキャラクターになっている。原点は、イングランド伝承の雪の妖精ジャック・フロスト。ゲームの、女神転生シリーズでは、女神転生2以降の全作品に登場している。同シリーズでは丸い、大きな頭と、胴体、短い手足を持った雪なるまのような体型で、 ぽっかり空が空いたような、丸い目と刃に当たる部分が欠けた半月型の口を持っている。頭に被る青い帽子は、頭頂部が角のように二股に分かれて先端がギザギザになって、やや垂れ下がり、おでこの部分に黄色いスマイルマークをつけている。お揃いのカラーで、色分けされた襟巻きを首に巻き、やはりお揃いのカラーのブーツを足に履いている。その愛らしさから、 女神転生シリーズのみならず、制作会社のアトラスのマスコットキャラクターとして、同社の登録商標にもなっている。社会現象になったプリントクラブにも登場したことから、女神転生シリーズを知らない人々にもプリクラ君の愛称で呼ばれていたことがあった。キャラクターデザインを担当した金子和馬によると、ドラゴンクエストシリーズにおけるスライム的なキャラクターを目指したとのこと。 2019年12月10日には LINE スタンプ、LINE 機世界も販売開始となった。各作品においてオリジナルデザインのものと異なる様々なバリエーションのものが登場する。声は主にアニメ版のキャスト。ありがとうございます。